右手を空に向かって伸ばしていきます。反対の手は下に向かって引っ張って、両手を2つの方向に引っ張り合いっこしながら体幹部分を伸ばしていきましょう。腰が抜けないようにお腹に力を入れていきます。右の手斜め45度に引き伸ばしましょう。この時も2つの方向へ両手が引き離されるように伸びていきます。腰が抜けないようにお腹に力を入れて気持ちよく体側が伸びていることを感じましょう。右の手上と下へ振っていきましょう。お腹に力を入れたまんまで肩甲骨から大きく振っていきます。バストの中心とおへそはしっかり正面を向いたまんまでいきましょう。反対の手に変えていきます。お腹の力抜かないように肩甲骨から大きく動かしていきましょう。胸とおへそは前を向いたまんま、両手大きく8の字に振っていきます。体重の移動も入れながら楽しく振っていきましょう。 OK です。では下半身のストレッチしていきます。両手を前へ伸ばします。お尻を後ろへ引いて背骨を長く伸ばしていきましょう。両手を床に伸ばします。ももの裏が気持ちよく伸びていることを感じてみてください。両手を大きく横へ広げたら、右の手背中の方へ伸ばして手の甲で空気を後ろに送っていきましょう。お尻と内ももにぐっと力を入れて軸を感じてみてください。反対の足をしていきましょう。両手を前へ伸ばして体をくの字にしていきます。背骨が長く伸びていることを感じましょう。両手床に向かって伸ばします。ももの裏気持ちよく伸びていますか？両手を大きく横へ広げたら、左の手後ろへ、手の甲で空気を送っていきましょう。お尻と内ももにぐっと力を入れて軸を感じてみてください。はい、 OK です。ここからは下半身大きく使っていきます。お尻を前と後ろへ振っていきましょう。お尻を大きく右から回していきます。お尻が前に来た時、鼠径部が気持ちよく伸びていることを感じてください。嫌いなところはスピードが速くなっちゃうので、どこの場所でも均等なスピードで大きく回せていることを意識して、反対回しです。膝が前に来るとき、つま先に体重が乗って、お尻が後ろに行くとき、かかとに体重が乗って、より大きく回していきましょう。スクワットを入れていきます。背骨がまっすぐ、重心もまっすぐ下に下がっていきましょう。胸を張っていきます。重心を右足へ左へ、交互に体重を移動させていきましょう。軽くなった足を後ろへ軽く引いていきます。足首も柔らかく使えていることを意識していきましょう。今度は両手もつけて、よりダイナミックに動いていきましょう。手が大きく動けば動くほど下半身も大きく動いていきます。横向きになります。膝をしっかり引き上げて、下の膝は伸ばしてあげましょう。ツイストに変わります。お腹のお肉にも効かせていきましょう。肘を半円を描くように大きく回していきます。お腹も背中も使います。もう一度スクワットから、重心まっすぐ、背骨もまっすぐ、呼吸をやめないで、左足に体重乗せて右へ。だんだんしんどくなってきたけど頑張りましょう。片足後ろ、軸がぶれないように徐々に徐々に軸の軸が整っていくのを感じて、両手を大きく使いながらダイナミックに動いていきましょう。全身にスイッチ入れていきます。横向きになります。膝を高く引き上げて、下の膝は伸ばしてあげる。きついけどもう少し頑張りましょう。肘を大きくツイスト、お腹のお肉にも効かせていきましょう。肘で半円を描くように、お腹も背中も全身使っていきます。 OK、 歩いていきましょう。徐々に足のスタンスを広げていきます。両手を振りましょう。最後に10秒本気で両手振りします。1、2、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、やりきりました。次の動画でも皆さん一緒に動いていきましょう。Have a nice one!